保定市は中華人民共和国河北省に位置する地級市。河北省の旧省都である。他の地域に比べてカトリックが多い。河北省西部、北京と現、省都石家荘の間に位置する。960年、北宋により設置された保西軍を前身とする。981年に補修と1129年に金浅により、順天軍、1239年にはモンゴル帝国により、順天路、さらに1275年には保定路が設置された。明朝が成立すると1368年に保定府と改称、清代には勅令の主府として勅令総督府と淮軍公署が置かれ、勅令総督となった李鴻章と袁世凱によって北洋軍閥の拠点となり、1903年には北洋陸軍即西部美学堂が保定に設置されている。中華民国初期も勅令省の省都であり、北洋政府所在地となり、1912年には中国最初の陸軍士官学校である保定陸軍軍官学校が開校している。1913年の修正廃止に伴い、清園県とされたが、1948年に清園県上区に保定市が分割新設された。1949年に、中華人民共和国が成立すると地級市に昇格し、河北省省都とされたが、1958年に、省都は天津市に移転され、保定市は県級市に、1960年に地級市、1961年に再び県級市に改編されている。その後1967年に、再び省都とされた保定市であるが、1968年には、石家荘市に移転した。1994年、県級市の保定市と保定地区が合併して、地級市が成立し、現在に至っている。2014年3月、一部の北京の首都機能を保定市などに分散させることが決定され、河北省はこれによって首都圏に組み込まれることとなった。2017年4月、中華人民共和国国務院と、中国共産党中央委員会は、習近平党総書記の主導する千年体系として、保定市内の穢県、安新県、姿城県などを穢安新区として開発することを発表した。一方で、かつては保定市の主要産業の一つであった鉄鋼工場は全国的な過剰生産能力の整理のため、2017年末までに全て操業を停止した。五市下区3県級市15県を管轄する。保定市保定専区定県、専区保定市保定地区保定市保定市北京と広州を結ぶ京杭線が貫通する。保定駅は北京から南へ130キロのところに位置し、特急列車はほとんど停車する。北京と石家荘を結ぶ京杭高速道路が貫通している。G.7 国道、G.8 国道、G27 国道、G112 国道の4本の国道が通る、など、ありがとうございます。